私じゃないんですよ。なんかこの中に私が入ってもおかしくないぐらいなんですけど、なんかねメルビーズと勘違いしちゃうよね。なんかおかしくないもん全然、うん、なんか持ってるものが違うだけで。そう、持ってるもの、なんか変なもの持ってるの、ね、え、メルビーズはこれからなの、なんかえメルビーズはこの次なんだけど、変なもの持ってない。いやいや、まあ、そんなことないんですね、またね。違うんですよ、一味ちょっとだけ違うかな。ほとんどあの変わり映えないかもしれないけど、まあね、もうね。だけど今日はですね、この4人でマハロという形で出演させていただくことになりました。ヤマハロの皆さんでよろしくお願いします。
うん、ちょっとあれだったらそっち使います。一応ね、はい、一応やってみて。ワン、ツー、スリー、ヨー。マハロでございます。今日はベンチャーズを中心にやろうと思ってます。普段はね、ボーカル曲が多いんですけど、それでさっきも GS やられてた皆さんもいるんで、ちょっと僕らもちょっとやってみようかなと3曲話考えてます。完全にダブんなくてよかったですね。選曲にダブりがなくてよかったです。ちょっとなんかアンプの調子がおかしかったんで、ちょっとお願いします。はい、それでは続きまして、また3曲ぐらいベンチャーズやらせていただこうと思います。はい、お願いします。
ね、もっとしてた、うん、これ聞こうかな、待ってね、あ、いや、いいです、いいです、うん、うん、ああ、あ、キュキュ、チックが、はい、いいよ、いや、もしあれだったら、ね、あの、買います、はい、あ、いや、あの、入れといてください、あの、パワースイッチだけ入れといて、ミンカーだけ、はい、いいです、お願いします、ミンカーだけね、スタンバイ、スタンバイがきっと、え、スタンバイは全然一緒です、会社の、いや、最初は違うものだ、thank you.
パートが変わるんだ。ね、忙しいな。はい。ここでね、ちょっとじゃあ、せっかく、やっぱりベース弾きながらだと歌うのは難しい？難しいんじゃないですかね、先ほどね。ね、歌ってましたよね。あれ、倉持さんって普段ベースだったんだっけ？前はね。いろんなのやってる。どんなことやってるんでも。どれも上手くなくて半端なんですよ。またいやいや、本当に。あ、倉持さんベースだよ、ベース。あれ、倉持さんってベースだったの？前はね。え、僕最近のベースやってた？最近はやってないんです。やってなかったよね、そうだよね、うん、なんか初めて見た気がします。そうですか。いいですか？いいですか？なんかね、今日お前ね、喋り子大きいないんだね。いいんだ、大きくたって。じゃあ行きます。この人とはね、小学校3年間同級生でずっとやってる。ある番組、言いたいこと言い、言いたいこと言い合ってこうやってGS を何曲かやるっていうのがあるんですよ。そこではね、マブダチコンビっていうね、ここの名前がついてるんです。はい、いいですか、じゃあ。はい、どうぞ。はい、こぼれたワインは涙の滴。ゴールデンカップス、銀色のグラスという曲。続いてはこの曲あたりからブルーコメッツは歌謡曲路線に入っていくんじゃないかと思います。あなたを信じてここまで来たけれど、二人で見つけた道が見えないよ。灰色の空へ悲しみを乗せて、かよわい境地
ありがとうございました。最後ね、よかった。最後の曲、はい、それでは最後この曲で締めたいと思います。アカデミー賞か、アカデミー賞のね、違う、グラミー賞だ。グラミー賞の候補にもなった、ヒット曲です。ハワイ5オー。
ありがとうございました。マハラの皆さんでした。もう一度お願いします。